こんにちは、今日は一日雨ですね。浜松市内の小中学校では入学式が今日行われているんで、ちょっと大変な日になって気の毒だなと思っているところです。社会人のね、静岡大会も開かれてるんで、なんかヤマハが好調なようで、久谷君が完封したり、大本君がホームラン打ったりとかって、こう記事で見ると一回見に行きたいなと思ってるんですけど、今日は静岡大会も残念ながら中止ということで、だからこの時期の雨っていうのは、なんとか寒の戻りというか、ちょっと寒いですね。今朝は私車乗って缶コーヒー飲もうと思ったら、最近はね、コールドが多くなってきてたんですけど、久しぶりにちょっとこう今日はホット飲みたいなと思ったんです。その時にふと思ったのが、まあ、自分はそう思ったけど、今日コーヒー売れてるのかどうか聞いてみたいなと思ってね、そのために実はコンビニ入ってね、店員さんとレジやりながら雑談話しましてね、どうですか売り上げはとか、温度で変わりますかやっぱりとかね、何度ぐらいで変わるんだろうっていう疑問が私実はあるんです。私日常的にこういうちょっとした生活の中で、あっと思ったことをね、あっと思ったらその疑問を解決しないと気が済まないんです。だからこういう天気で今日はコインランドリーも実は行ったんです。大家族なので、洗濯、も多くって、ガラガラ今回してますけどね、コインランドリーに行けばコインランドのおじさんにどういう時に儲かるんですかって言ったら、ある時聞いたら、ね、これは何年も前に聞いたら、雨が1日降ったってダメなんだよ、次の日干すから、2日でもダメだね、3日続くとバッとお客さんが来るんだよね。ああ、世の中には雨を願う人もいるんだなって、ちょっとしたことですけど、そんなこともね勉強になるし、いろんなことを考えながら、その考えるっていうこと、疑問を持ったらそれを、考えて、いろんな人の立場になって物事を考えたり、自分の野球に置き換えるっていうことで、私の野球は、まあ、進化してきたっていうか勉強してまいりました。ということでね、今日はね、この YouTube にも時々出てくる私の息子の青くん、青くんね、まあ1年半ぐらい以上になりますけど、学校全く行けないんじゃなくて、行くにちょっと困難があって、今私が付き添って頑張って行ってる状態で、どんどん、1年経つにつれて日々良くなってきてます。で、今年4月から小6になります。今こんな状態で、そういう、学校付き添いの中で私が感じた大事なことを今日お話しさせていただいて、実はこれ野球指導にものすごく関係してるんで、そんなことも野球につながってくるんだよってお話を今日はさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。おし、なさって信志チャンネル。そういう症状になったのがもう約2年前の6月下旬ぐらいからになります。私が広島の迫田監督と YouTube 撮り行った日に帰ってきたら、そういう報告があったのを今でも覚えてるんで、もうね、かれこれ2年近くになるんです。で、良くなってないかというと、すごく良くなってましてね、年明けぐらいからすごく変わりましたね。野球塾の練習にも時々映ってるんですけど、ああいう運動もできるようになったし、例えば車に長時間乗れなかったとか、食べて車乗るのは怖いと気持ち悪くなる、それがだんだん食べて乗ったら大丈夫だったとか、そういうの分かってくると一個一個こう、良くなってくるんですよ。で、私が何を言いたいかっていうと、良くなるっていうのは生活が良くなるっていうことだし、一番大きいのは不安が取れてくるっていうのが大きいんです。例えばさっき言った車に乗ったら気持ち悪くなるって思うのも思い込んでるんです。思い込んでるけど本人なりに理由があるんです。で、外から見るとそんなことないよって言うんだけど、本人がそう思ってたらそうなんです。例えば橋の上行って足が震えてる子に、大丈夫だよ怖くないよって言ったって、足が震えてて高くて怖いって思ってるのは本人なので、それをいくら言ったところで怖いものは怖いんです。それに似てますね。渡らせたい人はこの橋っていうのは何十年も潰れたことはないし大丈夫だよって言うんですけど、確率論の問題じゃなくてですね、そうなる不安があるから足が震えるわけで、はい、それを客観的にこの橋は頑丈で大丈夫だって言ったところで解決しないのとほぼ理屈は私は一緒だなと思ってます。ナブシで、物を食べて車に乗っても大丈夫っていう成功経験をさせることで
その不安は取れていくんですけど、車にそもそも乗せるまでのチャレンジを本人にさせるのが難しいんです。本人はしたくないんです。すれば大丈夫だってことが教えられるのに、そのチャレンジをしてみようという気にさせることがすごく難しい。これは例えですけど、あらゆるこう不登校の問題解決するときに、そのチャレンジをさすっていうことの難しさに尽きるんです。これは私の経験から。ノブシ、じゃあそのチャレンジをさすためにどうしたらいいかってことを考えてたときに、本人がなんでチャレンジしないかって言ったら不安だからです。だから不安を取ってやるしかないんだけど、はい、じゃあどうしたらその不安を乗り越えてやってみようって思えるかっていうと、まあ結果を問わないってことですね。もうこうなってもいいよと、ダメだったらいつでも戻ってきていいからねっていう条件で渋々最初やる感じで、本人が試すこともあるんです。本当にこの人はそうやって言ってるけど、ダメだった時にちゃんと戻ってくれるのか、ダメだった時に機嫌が親が悪くならないか、先生も含めてっていうことを非常によく見てて、それで親とか先生が大人がですね、やっぱり怒り出したり不機嫌になると、あ、この人は口だけだってことで心閉ざす。このロスが実は一番大きいんだってことを、まあ、勉強しました。私はとにかく期限を問わない、結果よりもチャレンジしようという気持ちを持つことの大切さをずっと説いてきました。で、チャレンジしたいすれば大丈夫だってことが結果で証明されていくので、そしたらその成功経験をできたじゃん、すごいじゃん。そしたらすぐ横書いて、また次にもう一回やろうとか、もっと今度は時間延ばそうって、すぐにポンポンポンとやろうとしちゃダメなんです。とりあえずこう思ってたことはやってみたらこうだったよねっていうことをどん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 こう小さなことでもいいから実証していくと、本人が最終的に俺が思ってたのは全般的に思い込みなんだってことが分かってきたら閉めたもんなんです。俺思い込んで不安になってただけなんだ、やってみなきゃ分かんないじゃないかってことが、理解できる作業をどれだけ細かい日々の小さな事実で積み重ねていくかっていうことが、一つ一つ紐をほどいていくっていう特効薬はないので、その期間とか、労力を惜しんで、大人が焦ってしまうんだけど、結果を求めたり、労力を惜しんでしまうんだけど、それを惜しめば惜しむほど長期化するっていうことですね。ノブシ、だから私これ野球指導でも言うんです。昨日もね、野球塾の生徒の親御さんから、もうここですごく上手くなってきたけど、チーム戻ると なぜか最初の昔の自分に戻ってしまう、力の半分も出せない、これはどういうことだろうって言ったんだけど、それはいろんな要素があって一つでは言えないんだけど、要するにここでやってる時にない不安が向こうになると出てくるわけです。だからよく野球の世界でも、自信をつけなさい、自信をつけなさいって言います。自信がつくとその子は変わるんだって。おっしゃる通りです。いかに自信をつけるかでその子は変わるんですけど、実はその前に自信をつけるって結構難しいことなんですよ。ある程度やって結果が出ないと自信にはならないんで、そこまでじゃあ持っていくにどうしたらいいかっていうと、今のところ私が言えるのは、日々のその小さな取り組みの中の不安を取ってやることです。不安を取ると何がいいかすると、チャレンジして能動的になるから、だから順序としては、不安を取ってやることでチャレンジができて、チャレンジすることで自信がついていくって、こういう順番なんです。だからね、私の野球塾来る子がポロッと言うんですけど、学校とかだとなかなかわからないことがあってもみんなの前で恥ずかしくって聞けないし、みんないるからいろんな意味で聞けないんだと。だけどここは、聞きやすいと。分かんないことがあったら聞けるから、分からないことをずっと抱えながらやらなくていいから、すごく気持ちが楽って。あと多いのが、チームでこうやりなさい、ああやりなさいって言うけど、なんでそうなのかってことを教えてくれるチームがあまりないようで、ここに来るとその理由を教えてくれるから、それが嬉しいっていう言い方をする子が多いですね。だから分からない時に聞ける、なんでそうやってやるかを、まあ、教えてくれる、そういうことを聞けることがいいんだってことを子供に最近教えてもらいました。だったらそれを私の塾としては
の伸ばしていこうと、そういうふうに思っております。逆に言えば私が聞きにくい雰囲気を作って、理由を説明せずにただやれってやらせたら子供を、不安にさせることができるわけです。だから昨日も実はやったんですよ。不安になるような状況で練習をさせてみました。要するにどうすればいいかって、例えばノック打ってる時にも普段私は良かったら良い、悪かったら悪いって評価をしてあげます。特に良かった時に今のでいいんだよっていうことを言ってやると、ものすごく子供たちって安心するんです。わざとその声をかけずに良い悪いを言わずにどん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 ノック打っていくとですね、普段の中澤先生と違うなってことで子供たちが不安なのが目に見えてわかるんですよ。そんなこともやってます。何を言いたいかというと、そのくらい、不登校とか学校通うことも野球が上手になることもメンタルの部分がものすごい大きいということです。そこに対してアプローチすることで、ものすごく野球が上手になったり停滞したりするってことを、今日お話ししたくって、動画を撮らせていただきました。自信をつける前に不安を取るってことをちょっと考えてやっていただきたいなと思います。はい、本日は以上になります。月曜日と木曜日はハマったのぶし。はいはいはい、待ってみて、腰を回してセンター返しで、これだとバウンドすると前から、これセンター返しの角度じゃん。いい？これ腰回しながら打ってるわけ。で、腰を戻してくると、だから肩止めで最初打つときは1球目、2球目はこう出すから、こっちの壁に振り切る感じ。センター返しって、この角度に手を体の前に、おへその前にグリップを出してくると、しながら腰をひねるとちょうどセンターと。はい、自分のところに引っ張ってきて投げるイメージがこういうイメージだね。取って自分が通過するの、 取りながら自分で通過して、あ、通過しながら、そうそう、これでいいの、こっちのクロールのここを取ってからわざとゆっくり大きく出した。まだ今のバックスイング入ってる。おい、今日の課題、喋らずやれ。ずっしーんとして何も言わない、黙々とやれ。行くぞ。はい、はい、何をやったか分かる？ん？違うな、それは。え？何がミスったの今？ああ、そうか。1、2、3、5、6、7、8、9、10。